芋人ぐるぐるのさ、あの杖も目玉が動きよって気がする。うわぁ、なに、ブサイクだな、こんな顔やったっけ。これまでのあらすじ。魔王ウルノーガを倒すため、天空魔城に乗り込んだアイナたち。天空魔城の番人である六軍王の一人、蛇竜軍王ガリンガを倒し、一行は城内へ向かう。大広間に入ると、アイナたちの前に死んだはずのベロニカが現れるが、セーネの盾言の音色によって消え去った。それは、魔軍司令ホメロスが見せていた幻影であり、ホメロスは姿を現すと魔物となって一行に襲いかかる。アイナたちがホメロスを倒すと、ホメロスはグレイグに対する思いを口にする。お前のようになりたかっただけなんだ。そうつぶやき、ホメロスは消滅した。よく戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ほい!ということで、今回もやっていきたいと思います。でもって、セーブするために私、ね、一旦、天空魔城の入り口まで戻ってきてしまったんやけど、またたどり着ける?でも、あ、ここか。前回閉めたの。もうホメロスがさ、めちゃくちゃ意外なほどあっさり消滅してったけんね、ちょっとビビっとんよね。あんなもん、ホメロスって。弱すぎん?ここまで引っ張っといてさ。なんか特に、グレイグとの会話もなかったしね。もっと語ることあるやろ。消える前にさ、グレイグ速攻で去っていこうとしよったよね。悲しい。何か襲いかかってきそうな雰囲気やけど何もいないのね。お、これは何?どこかに、魔王の神殿にワープするってことか。ついに来ちゃったよ。とてつもなく邪悪な気がこの先から。きっと、この先に。ウルノーガが。なんか思うけど、セイナ手でかいよね。あんなもん?ついに決着をつける時が来たか。行くぞ!はい。そっか、名前は呼ばれんもんね。待ちよった。あ、何?捕まったよ。ちょっと、私以外。これ体が動かない。え、何?主人公のみとかいう縛りプレイじゃないよ。ぬい、今までの?今までのボスたちかい?ボスではないか。あれ?ですよね。あんなあっさり終わらんよね。あいつら、ごめん、まだなんか喋りよった。倒したはずだろ。まさか復活したってるか。最後はやはりこうなるのだよ。グレイグ、お前は俺にはかなわない。じゃああの時の言葉も嘘ってことか。魔王様の元に行きたくば一人で行くがいい。え、無理。その代わり無理です。こやつらの命はもらっていく。でもこんだけの数相手にするのもな、無理な気がするけど。一人ではない。俺は勇者の盾、ケンタル主よ。一人にはさせん。おう、かっこいいね。侮るな、ホメロス。もはやお前の騙し討ちなどに屈する私たちじゃない。かっこいい、マルティナ。この程度の力でわしらは止められん。貴様を倒してウルノーガの元へ行く。そして16年前の借りを返すんじゃ。うんうん、私決めたんだから、勇者ちゃんと魔王を倒すって。世界中の笑顔を取り戻してみせるって。みんなもうメンタルが強くなってるね。最後まで勇者様をお守りすると。一人では行かせないぜ。俺にも見させてくれよな、魔王をぶっ倒す勇者の奇跡ってやつを。トップ、トップ。うわー、すげえ。バカだ。すげえ。全員揃ってスーパーサイヤ人になりそうな感じやったよ。
俺はまだやれる。え、何ストーリー上で死ぬパターン一番嫌なやつやん。今一度お力を一番悲しいやつやん。それならまだ前回の方がいいよ。ホメロス、もう終わりにしよう。やっぱりこういうね、やっぱ必要よ、そういう語らいが。いやだ、まだ死ねない。クレイグ、お前を超えるまで俺は。こいつはもう人間に戻るっていうことはできんってことね。できるならそれが一番いいもんね。けど今もう死ぬっていう話しかせんやん。ホメロス、戻れんのか。お前は俺になりたかったと言ったな。あ、前回のあれはやっぱ本音。王に拾われて以来お前の背中を追い続けてきた。お前こそが俺の光だったんだ。今の俺があるのはお前のおかげだ。ホメロス、なぜそれがわからぬ。まあ、でも周りからの評価はちょっと違っとったってことなんよね。グレイグ、悲しい。あ、お亡くなりになったこれで。つらい。もうちょっとなんか言うことあったんじゃない、ホメロス。もう思い残すことがなくなったんかな。行くぞ。すべてを狂わせた元気をウルノーガの元に。え、ねえ、その他の奴らはどうなったん？え、その他の奴らはさっきのなんか弾き飛ばしたやつでやられたってこと？あんな勢揃いって感じでやってきたのに。魔王の神殿につながる魔法陣のようだ。移動しますか。はい。よし、行くか。天空魔城魔王の神殿。あら、ヨッチー、どうも。勇者様、僕は旅のヨッチ神父だよ。神父、こんなところで会えたのも何かの縁だし、みんなの傷を癒してあげるね。ありがとう。アイノたちの HP と MP が全開した。帽子ぐらいかぶったらいいのに、神父さんの。実は道に迷って途方に暮れたんだけど、勇者様の役に立てるなら結果オーライだね。それじゃ続けてお勤めを始めるよ。人も予知族も生きとし生けるものはみんな神の子だよ。勇士様、ご用は何ですか？いや、大丈夫よ、ありがとう。じゃあ気をつけてね。神のご加護を祈ってるよ。かわいい。でもみんなに予知族が見えてないってことはさ、今なんか知らんけど、力がみなぎってきたって感じ？ね、回復してもらったらもうわからんってことよね。お、この先からマグマガしい魔王の気配を感じる。扉を開けて中に入りますか？入るしかないでしょう。おったー、めっちゃ偉そうな感じで座っとる。あれ、見た目こんな感じやったっけ？なんか携帯変わった？来たか、勇者の名を継ぐ者よ。万物を作りし、命の大樹は死んだ。ちょっとスリムな感じじゃなかったっけ？今や我こそがこのロトゼタシアの王。顔が見えんよ。もうちょっと部屋を明るくせんと。ほら、こんな太かったっけな。生命の根源、大樹の魂を得た我にとって、様など吹けば散る一葉に等しい。めちゃくちゃゆっくり喋るやん。今の間に切りかかれるんやないねえ、すごいゆっくりゆっくり話しすぎやって。うわ、え、何この剣、生きとん、気持ち悪。めっちゃ目玉がギョロギョロなるようやけど、うわ、怖い怖い
でもあれか、魔法陣ぐるぐるのさ、あの杖も目玉が動きよった気がする。うわー、何ブサイクだな、こんな顔やったっけ。その目、かつての勇者たちを思わせる。気に入らん。めっちゃ光輝きよる剣が。希望、夢、くだらぬ幻想にしがみつき、しぶとくももがき続ける人間どもめ。この全世界の王たる我が、貴様らの骸に刻み込んでやろう。永遠に消えることのない絶望をな。ここからスマートになっていくのかな、それともあの携帯を経てもう太くなったってことなのかな。覚悟は良いな。来たよ、魔王ウルノーガ。油断は禁物よ。ふう、いけるかな。え、これあれよね、前線のメンバーがお亡くなりになったら後ろのメンバー出てくるよね。だいたいさ、前線のメンバーがお亡くなりになることもないけん、ちょっと忘れかけたんやけどさ。何やめてよ、ずるいって。今影分身するの。え、これで鍵を攻撃するべきなん。自由を与えてやろう。いや、でもああやってなんか強化されるのは困るね。ちゃんと真ん中に戻ってくる、一体やっつけたら。ありがとう。何何やってんの、シルビアさん。なんか泳いでなかった今。覚悟しなさい。お、連携選べんやん。あ、選べたわ。火炎払い。炎よ、燃え上がれ。そんなでもないかったね。え、もしかしてこれ近づいたら、近づいたらセリフが出てくるのか。なるほど。全然ウルノーガの方見てないやつ。戦闘中にそこまでウロウロすることもないけんさ。あ、でももうなんかあれだね、相手の名前の色変わってなかった。オレンジになった気がする今。ここからですよ。もういけるんじゃね。ほらほらほら、みなぎる。あ、もうれい。あとどれぐらいかな。なんかこう、うお、なに、黄金化したんですけど、動けねえ。動けねえよ。どんどん勝手に進んでいく。これ戦闘中に動かすキャラクターを変えるっていうのはどうやってやるんやろう。あれ、やっつけた。どうやったら切り替えれるんやろうって今ちょっとポチポチして画面回転させよったらやっつけとった。我に膝をつかせるとは、さすがは勇者の名を継ぐ者よ。いい頭の血管が。何？何？我はウルノーガ、万物の頂点なり。第二形態とか来る？やっぱボスやもんね、それぐらいあるよね。全てを滅ぼす。いや、思うよ、第二形態とかあってもいいと思うんやけどさ、その間に回復休憩欲しいよね。連続で来る感じすごい嫌いなんやけど、私。わかる？なんか昔からよくあるよね、なぜ連戦させるみたいな。どう、見た目はどう変わった？私の知っとるウルノーガか？違う気がする。お？え？これウルノーガ？これウルノーガ？うおー、気持ち悪い。今しき大事の声。え、どういう状態これ？貴様らの、あっちのドラゴンの首はどういう、どこから出たのあれ？我に委ね、永遠なる闇へと落ちるがいい。
何どういう状態？それ尻尾はどこで繋がっ、え、何邪竜ウルナーガと何え、何なんか別人連れてきた一人。あれはウルノーガではないの？別れてそうなった双子二卵性とかそういう見た目こっちの方がいいな。え、何結構なダメージじゃない？みなぎる。あっちとこっち同じぐらいのダメージよね。あ、もしかしてこれ入れ替わり性？今こっちが攻撃してきて攻撃受けるターンで、そのうち交代してあっちが出てくるってことかな。はあ、お前も攻撃するんかい。離れたとこから。ありがとう。お前本体やろ。出てこいやおい何建物の陰からひっそりとさ。あ、来た来た。じゃあ一体ずつやっ全然見えてない。笑うな笑うなって。一体ずつ確実に仕留めていきたくってもこうやって入れ替わられるよね。ちーややん。何前に踊り出なくていいよ別に。ちょっと見えないって。なんでああいう状態になる。え、めちゃくちゃ強いやん。え、何があった？急激に超強いけど、なんかパワーアップさせた誰か。セーニャがセーニャが止められたよ。ひー、そりゃショックよね。丸飲みされたんやもん今。ね、なんか空気っぽくなったよね確実に。え、何あっちのウルノーガの方がクソ弱いとかそういうことじゃないよね誰かなんかパワーアップさせた？なんか喋りをやる間さ、みんながどういうことしてるか全然見てなかったんやけど。あ、やばいよあ、これもしかしてあれセーニャ回復できん感じ。でもシルビアさんはあれやない。あ、できるんかいマルティナちゃんよね。ハッスルダンスもできるよね。みんな超遠いんですけど、あれか、あいつらを互角に収めるために遠いんか。もうちょい主人公たちをさ、そう、近く。何あいつ、え、びっくりした、ネオンかと思った。お亡くなりになったのか。でもあれネオルよね。あ、一応あの Z でよるのはセイヤか。で今の間にこいつを急いで倒さんかったらザウラルで復活させられる可能性があるってことか。それはやめてくれ燃えてきたわ。それはやめてくれ。え、てか本体の方が弱いって地元パワーこっちに渡しすぎた。ね、なんか分身の方が残ってますけど。さっきの怒涛の攻撃は一体何やったんやろうな。全然回復できんやん。何あれ、失敗することが決まったのかな。そういうわけじゃなく、まあ、失敗確定しとるような技やったらないか。あ、でもなんかあっという間にやっつけれそうな気がしてきた。ほらもうオレンジになってきたよ名前。丸焦げです。丸焦げね。その体どうなっとんの？本体その建物なわけじゃないやろ別に。中で繋がっとんの？めっちゃ気になるんやけど。どうでもいいかもしれんけどめっちゃ気になるんやけど。あ、やっぱりさっきバイキレットかけてくれたってことか。あ、ほんとや、マーク出とるわめっちゃマーク出とったわ。アイナは魔王の剣を手に入れた。やったね、さらに強く。え、これで終わり？第3とかあったりする？ウルノーガ、万物の頂点。今までのドラクエって第3ぐらいまではあったんかな。我が波動がついえるなどあってはならぬこと。しょうがないよ主人公やしこっち。おのれ勇者め。ああ消える。
消えた消えた。魔王の剣って勇者の剣より強いんかな。やったか。やったっぽいね。とりあえず外れたよ。なんかどこからともなく不思議な声が聞こえる。よくぞウルノーガを倒してくれました。誰？これでロトゼタシアは息を吹き返し再び命で満ちていくでしょう。まあでも死んだ人が息を吹き返すわけじゃないもんね。辛い。その辺今の声は。そうよ、誰なん。何？崩れる？早く逃げんと。ここはもう持たないの？ケトスケトス、みんな行きましょう。ケトスに乗って早く。てかここどこ？ワープしてきたんやね。道が刺されたよ。別空間とかかなこれ。ワープしてきたって。あ、来た来た来た。呼ばなくても来てくれるとか優秀。なんで今までそうじゃなかったん。これが完璧に全て崩れ落ちたら空の色とかも元に戻るかな。倒したのね。けれど多くの命が失われてしまった。あの光は体重？え、違うか。あ、みんなの魂ってこと？もしかして体重が元に戻るよ。これで見て、命の体重が蘇っていく。うわ、すげえな。うわ、すごい速さで。どういう仕組みなんだ。うわ、水きれい。めっちゃ水きれいやった今。あ、そしてまた空に上がっていくんすね。え、そこの部分の地面はあっという間にきれいになる感じ。おー、元通りの姿。久々。